じゃあこんにちは、はい、さあ豊さん、はい、まあ、この前福留選手が引退表明して会見もしましたけれども、はい、そこに続いて阪神の糸井嘉男選手が引退を表明したと。なあ寂しいなあ。いやそうなんですよ。もともと2004年に自由獲得枠で近大から投手として日本ハムに入団、そうだよ。で野手にそこで転向するんですもんね。野手転向した時にね、はい、オープン戦とかで、まあ、使われて、うん、ああいい選手が いますよみたいな、はい、まあ、そういうことでね札幌行った時に、はい、教えてもらったんだよね、うん、いや出るぞ出るぞって言われながらもう1年かかったんだよねその時からね、はい、まあ、ちょっと時間かかってるんだどうしたら伊藤よって言ったら、うん、もう来年はやりますからって、うん、でやりますからって言ったその通りに、はい、まあ、やりだしたよね。そうなんですよ。野手に転向して2009年から6年続けて打率3割20盗塁クリア。6年続けて打率3割ってすごいですよね。そんなにね打てるような形ではなかったんだけどね最初。あ、そうなんですか。あ、大丈夫かなと思ってたんだけど、はい、やっぱ抜群の身体能力があるんですよね。なのでゴールデングラブ賞も7回選ばれてますし、うん、でこの2013年にオリックスにトレードとなって、はい、その翌年打率3割3分1厘で首位打者に輝くと、うん、で2016年は53盗塁でタイトル獲得。すごい身体能力の選手ですよ、ね、いやすごい。あれだけの浜風があって放り込めるっていうのは、はい、金本、はい、当時監督ね、はい、で糸井、はい、金本さんの方がっていう、いや糸井には負けるって言わしめたぐらい、うん、やっぱ力もあるし、はい、こう身体の能力の高さっていうのがあるっていうね、うん、もうさぞかしものすごく賢くクレバーな選手。お前ちょっとその言い方ダメだそう臭すぎるかなと思いきや素直に言った方がいい宇宙人伝説というのがありまして、もう思いっきりあるよね。あるということで、ここに糸井選手の残した伝説天然エピソードをご紹介してまいりたいと思います、はい、大学時代ですね、はい、大学時代ミスをした糸井選手ですが、殴ろうとした監督にハイタッチをした。まあこれは間違いでもあるよね。うん、まあ、例えばピッチャー交代の時に関根さんが出てきたんだよ、はい、もうとか言って、うん、でボールを受けはそのピッチャーからもらおうと、早乙女さんっていうピッチャーだったんだよ、はい、もらおうとした時に握手した、うん、早乙女さんがおかしいでしょ。いやそれは意図的にだよ。ああ意図的に変わりたくないから、はい、まあ、こっちは違うと思う。こっちは違いますね。こちら糸井さんの方は本当天然でハイタッチをしてしまった、はい、さらにですドラフトの指名、球団と その会食が終わったの、はい、で記者団が来ました。糸井さんどうでしたかの記者からの質問に対し、はい、エビフライでした答えた。どうでした、いいじゃん。いやだって抽象的だもん聞き方は。あ、まあ、どうでしたか、お話はどうでしたかって聞けば話の内容を聞くけど、はい、言うけど、うん、どうでしたかって言うから、うん、糸井の頭の中では食べ物なのかなって、何を食べたのか聞きたかったのかなって思っただけなの。10人中10人はおそらく9.5だな、9.5は9.8だ、0.2 の方に食べた内容を聞かれてるのかな、うん、いやだから伊藤は逆に賢いんだよ。そんなことを答えらんないよみたいな、でかわすんだよ。なるほど、頭いいんですね。賢いんだ。まだあります。首位独走中のヒーローインタビューで、最後まで諦めずにとなぜか追いかけるチームとしてのコメントをしてしまった。それあれじゃないの、ゲームの内容じゃないの。本人は、うん、あしっかり伝えてあげないと何を聞きたいかっていう。なるほど。まあ大体普通さ、うん、こういう場ではこういうことを言えばこういう答えが返ってくるっていうの分かるじゃない、うん、はい、でもしっかり何を言わしたいかっていうのを聞いてあげないと返さないんだよ。なるほど。天才は。ここまで豊さんはね糸井選手を、ね、うん、非常にこう守ってあげてますが、守ってるんじゃない、俺もそう思う。そう思う。じゃあこれはどうでしょう、はい、プロ入り5年ですね。5年経過後の質問、宇宙観って何ですか。え、宇宙観って何ですか。宇宙観、はい、いや宇宙観ですよね。あ、宇宙観、はい、あ、それと一緒か。この宇宙観だと思ったよそっち行きます。いや、そう、いきなり糸井の話をしてたりだとか、はい、さっきこの動画ではないけど異能の話をしてたら、はい、宇宙観っていうとこの宇宙観って想像するじゃない。若干糸井選手寄りですね、豊さんも。まあそうかもそうですね。じゃあこれはどうでしょう。代打で出場し、3球三振後に何の球種を待っていたんですかと聞かれ、ストライクです。これはストライク、ストライク
いやだからストレートですなら分かるんですけどね、ストライクです。 どのボールを待ってた、ストライクに入ってくるボールを待ってたわけでしょ糸井は、はい、それをボールと判断したんだよ、うん、だからストライクじゃないから打たなかったっていう答え。なるほど、だからひねりが必要な登録音、だからもうみんなまともだからさ、うん、糸井の感覚に入っていけないんだよ。じゃあこれらももう構えないでしょう、はい、契約更改でハンコを押そうとしたらポケットからリップクリームを出してしまった。それは間違えて取って取り出しただけだよ。ないないないでしょう。あります？いや右か左に両入れておいて、うん、右はリップだったのを、うん、ハンコだったかもわからないし、だからそれを間違えて、あ出して、あ間違えたって思ったんです。おそらく多分ねキャップ外してねリップクリーム押してると思うんですよ伊藤さんが。あまあ、それも嬉しさ余ってのギャグだと思うよ多分。ギャグかばいますね。怒りがあるときは、はい、多分もうハンコをまとめて出してドーンと押して帰るけど、はい、いやもうお上がった上がったみたいな、うん、もうギャグだみたいな、そんな感じだよ。なるほど。じゃあこれはどうでしょう、はい、オールスター初出場決定後のインタビューです、はい、セリーグで話してみたい選手はと聞かれ、え自分セリーグのベンチに入るんですかと回答、うん、そりゃそうだよ。いやいやそりゃそうですよ、だ話すっていうのは伊藤の場合立ち話じゃないんだよ、はい、あ何話、やっぱ座ってじっくり話すということ、話してみたい人って言えばさ、そんな失礼にさ挨拶代わりに、うん、元気みたいな、うん、そんなのはそれは話じゃないんだよ。なるほど。だ話すっていうことはじっくり腰を据えるっていうことだ、あいつの中でもうね怠慢でじっくりと話すということ、ね、そう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 、だからベンチまで俺が出向くのかっていう話だ。これセリーが入っていいのみたいな。あそうそうそう、なるほど。伊藤さんは正しいんですね。正しくない、そうやって正論化していくと。じゃあこれはどうでしょう、はい、シーズンの途中にリーグ優勝が決定した日です、はい、会見でファンに対し1年間ありがとうございましたと挨拶し、周りの選手からいやまだ終わってないと一斉に突っ込まれた。シーズン途中リーグ優勝決まった日ですよ。まだあっても自分の中ではもうそこが終着点だったからいいじゃん別に。いやまだありますよ、それはあるだろうよ。そんな試合でも関係ないじゃん、負けても勝っても。まあまあ消化試合ですね。だからもうそれは優勝した時点で終わりだよ。ああなるほど、それでいいじゃない。何がおかしいんだよこれお前。糸井をバカにすんなお前。もう他には。最終戦のセレモニーで、はい、優勝旗を持ってグラウンドを一周しますよね、はい、あの時に他の選手はファンに対するシーズンのお礼を述べる中、糸井選手だけが重いですねと優勝旗の感想を述べていた。シーズンの感想ではなく優勝旗の感想。まあそのぐらいの、うん、ね、うん、そう重いですねっていうよりも、うんうん、ねその方がいいんじゃない。なんでよ、だってあれでびっくりしたのはさ、キャプテンだって、はい、キャプテンにするんだと思って、うん、で C のマーク、はいね、これを見た記者たちがね、はい、その C って重くないですかって、うん、重みがあるんじゃないですかって聞いたら、うん、なんて答えたと思う。なんですか。最近の素材は軽いですよ。もう擁護のしようがないと思うんですけど、これはどうなんでしょうか。確かに軽いよな、昔から比べると、うん、そうですよね。だから C のマークのとこも軽い。だからもうキャプテンぐらい任せなさいと。何を言っちゃってんのその重みって、何の話みたいな、うんうん、もう素材の話に変えちゃうよみたいな。とんちが効きますね。そうそうだ。じゃあこれはどうでしょうか、はい、打者に転向してすぐのインタビューで、はい、これからの目標はと聞かれ、打ったら走りますと回答。これ正しいですね。いいじゃん、全力疾走するっていうことでしょ。いやそうです、打って黙って立ってたらいけないんですもんね。そうだ、それ正しい。正しいんだよ。それ正しいですね。何言ってんの打者、バカ。面白いじゃないそういう方が。確かにね。でまとめに AJ 線上に水して原瓶に水って、うん、つまんねえやつと思うじゃない。はい、打ったら走ります。うーん深いみたいな。うーんってない深いみたいな。本当ですか。なかなか深い。じゃあこれどうでしょう、打者転向時のコーチからのアドバイス、はい、何も考えないようにしてバットを振れとアドバイスされるが、うん、何も考えないってなんだっけと考え込んでしまい、何も考えないことができない。だからほっときゃ何も考えないわけ。余計なこと言うからだよ。からかもう分からなくなっちゃう。考えなんて何みたいな。そうですね、もともと考えてないけどみたいな、うん、なんか考えた方がいいのかななんて思っちゃう、うん、扱い難しいな。確かにそうですね、うん、打撃センスについて周りの評価、
口で言ってもわからないがバットを持って指導すると2、3ヶ月かかるところを10球で理解してしまった。これは天才、天才説ですね。これは今度、うん、だから経験に勝るものはないっていうことだよ。あ、次 WBC、はい、全試合フル出場後キャンプに合流しました、はい、この時にコンディションを考えて当時の森脇監督が、はい、明日はゆっくりしてもいいぞと声をかけると、え、出してもらえないんですか、僕が必要ないチームになったんですかと焦り始める。さらにはお前時差ボケ大丈夫なのかと尋ねると、あ、そういうのは向こうが合わせるんでと答えた。いや、いいじゃないか。これは無理がある。向こうが合わせるって時差ボケ、だから自分中心なんだよ。自分軸がぶれないんだよ。時計さえも、時差さえも、そうだそうだよ、糸井標準になると。だからもう WBC 行って、はい、ね、それがみんな大変だ大変だって言ってる中、うん、もう緊張してもう疲れましたとか、はい、ね、燃え尽きましたみたいな、うん、燃え尽き症候群になりましたんじゃなくて、はい、いやそんな試合に過ぎないんだろって、軽くやってきてやるよみたいな、うん、そんな感じだよ。何にもへこたれないからすごいですね。すごいよ。じゃあこれはどうですか。何、お前濃紺だなと言われ、いやいや濃紺じゃないですよとアンダーシャツを指した。知ってるよ。あ、知ってるんですか。これはそこは知ってる。これは黒ですっていやその濃紺じゃないよってお前コントロール悪いなってちゃんと言えばいいのに。あ、濃紺、濃紺だなって、いや濃紺じゃないから。あ、正しいですね、確かに、うん、いや黒だ、黒ですもんね、それは正しい。じゃあこれどうでしょう。何、野手転向後プロ入り初打席での試合です、うん、打った途端一塁じゃなく三塁に向かって走り出した。絶対嘘だそれは。いやこれ本当ですよ。それは絶対嘘。これ本当です。それはね取ってつけてるって書いてあるし。いやそれは嘘嘘。これ嘘。これ書いたやつ読んでこいよ。絶対バカにしてるから。これはない。そんな絶対、そんなやつがプロ野球選手になれるわけがないよ。それは確かにないですね。そりゃそうだよ。というね、まあ、数々の伝説を残した糸井選手ですけれども。まだある。まだあるんですか。うん、いや日本ハムの時は沖縄キャンプね、はい、行く前に地上係員と揉めてるんだよ、うん、え、揉めてたらしいんだよ、はい、でお前何揉めてんのって言ったら、うん、沖縄まで3時間ぐらいかかるって、うん、そんなかかるわけないですよね、そこ行くのにって、うん、天気予報の地図知ってる、この四角に囲われたあそこに行くと思ってたらしい。斜め左上ですか。そういや映らないから、そうそうそう、こっち持ってきてるんですよね。そうそうな、 でもここに行くって考えてたらしい。沖縄はいやだからそんなにかからないって言って地上係員が一生懸命説明してるのに食ってかかってたらしい。もう全く話が噛み合わないでしょう、ね、すごいですねやっぱり。でもいいじゃん、楽しいじゃない、うん、楽しい。ベルトコンベアに乗った教育じゃないわけよそうですね、飛び出ていいじゃない。そうで、その代わり身体能力も成績も抜群に残してるわけですし、引退したら一説に、まあまあ、記事によるとポストを用意しているんじゃないかと、うん、あ、はい、これについてはいかがですか。糸井ってさ本当に人がいいんだよね、うん、やっぱり人を教育するのにやっぱり人がいいっていうのは一番なんだよね、うんうん、例えば純粋に人を愛せるかって言ったら、うん、俺糸井のタイプだと本当になんか親身になってくれるような、はい、そんなコーチになってくれるような感じがするんだよね、うん、こう嫌味がなく心が綺麗なような、あ、なんか糸井はね、はい、汚れてない、素直に濃紺だって言ったら、いやこれは黒だみたいな、ピュアですよねだから言えるぐらいの人だから期待はしたいけどね、うん、そうですね。ただなんかまだもうあともうちょっとやれるんじゃないかなっていうふうにファンとしては思ったりとか。まあ本当に思ってる。思ってます。今年の阪神の出だし一人頑張ってましたよ。だからおかしいよな。まあそんなことない。まあそんなことないね。まあでもできるとは思うけど、うん、でもいつかやめることだし、はい、まあ引き金としたら福留とね、うん、一緒にこう阪神時代やってきて、で福留がやめるというようなことで、はい、なんか同世代がやめていくっていう寂しさと、うん、やっぱ俺もそうなのかなっていう一線を引いたことと、はい、関係はあるような感じはするけど。あ、そうね、あとはやっぱり矢野監督を男にしたい、はい、まだ残されてるけども、うん、まあ、それが叶うか叶わないか、まあ、監督も辞めるし、はい、じゃあ俺もっていうような、うん、まあ、引き際っていうのも考えたと思うけどね、彼なりに、うん、賢い選択だったと思う、うん、ああそうですか、うん、寂しさもありつつこれだけね野球界に、まあ、素晴らしい成績だったりを残したり、あと素晴らしい感動も残してるので、また一人この偉大な選手が
ね、いなくなってしまったなっていう、まあ、個性のある選手が ね、 ねいなくなるという宇宙人のような、そんなことない、そうですかいやでもね、うん、まあまあそうだな。でも糸井さんの解説とかも聞いてみたいですけどね、どんな風に喋るのかなって。今度もうバカにしてるしてないしてないですよ。いや、いいんじゃないですかみたいな、あんまり喋らないと思うよ、うん、解説しないと思うよ、自分で。あ、そうなんですね、うん、自分のことは分からないだろうと思ってるタイプだからなるほどね、発言はね、うん、まあね、はい、はい、まあ寂しくなるけど。そうです、ね、また福留とか、はい、糸井とか、うん、宇都宮とか、はい、西武のね、そうですね、まあ、そういう引退選手の、うん、まあ、エピソードなり、はい、まあ、そういうものをこう後の動画でね、うんうん、はい、一つにしたいと思うので、はい、まあ、お楽しみに。はい、はい。